はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の趣旨シリーズ第32弾をお送りします。で、最初にね、謝んなきゃいけなくって、今回ヒストグラムが最後入らなかったんですよ。で、はみ出してしまったので、後ろのね、板書がちょっと見えちゃってるんですが、まあ、今回この10問やっていきます。なので、まずここでね、一回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし。じゃあ、いつも通りね、画面下げますので、お待ちください。いくよ。で、一応タイトル載ってるんだ、上にあるんだけど。で、いつも通り、一応自分がね、ガチでやったら、5分38秒でした。ちょっと、難しいっていうか、やりにくい問題がね、ありますね、今回は。よし、じゃあ行きましょうかね。これでいくわ。よし、じゃあ行きましょう。ちょっと気をつけるね、本当に。申し訳なかった。で、問題文外してしまうので、まあ、ツイッターの方にも問題用紙というか、問題貼っておきますし、あとは自分のね、ホームページの塾チャンネルの方でチェックしてみてください。では、まず最初はね、計算問題なんでサクサクいっちゃいましょう。まず1番は、マイナス2プラス5。まあ、マイナス2とプラス5をくっつけるっていう発想で、3が答えになります。で、2番ですね。で、今回も、都道府県立の過去問を使ってるんですけど、2番でこれだけちょっとめんどくさそうなのは結構珍しいなと思って今回採用してるんですけど、指数がいるんですよ、今回。で、いつもは足し算と割り算だから割り算先にやろうねっていう、足し算やっちゃダメだよみたいな感じなんですけど、指数が入っちゃってるんで3の4乗っていう、まずこいつから処理します。指数先ね。で、3の4乗っていうのは3を4つかける、 3×3×3×3 ってやると81です。こいつが81、消しますね。で、3プラス81割る、カッコマイナス9。こうすれば、足し算と割り算、割り算が先だよね、になるので、まあ、プラス81割るマイナス9をやると、これがマイナス9になる。で、まあ、ここまでね、計算をしたので、3マイナス9に問題が変わるから、3マイナス9はマイナス6となって、これで OK です。まあ、指数が入ってきたらね、指数を先にやるっていうのをぜひ覚えておいてください。で、次は分配法則ですね。カッコの前に4があるんで、4を 2a とマイナス3に掛け算で配ります。そうすると、8a マイナス12。マイナス2を 3a とマイナス5に掛け算で配ります。まず配ると、マイナス 6a。で、後ろがプラス10。で、A 同士は計算ができるから、8A-6A で 2A。マイナス12とプラス10計算して、マイナス2。A がくっついてるのとくっついてないのは計算ができないから、これで終了になります。まあ、ここはいいよね。で、4番ですね。まあ、これもちょこちょこ見ますよね、この問題。で、まずですね、これ、やっちゃいけない方、やつね、1個先覚えてください。この問題、6と8が邪魔だから、24かけると消えるんですよ、分数が。だから全体に24かけちゃおうぜっていうのがまず NG です。それなぜかっていうと、これ方程式じゃないんですよ。つまり、例えば、イコール1みたいな、イコールがある方程式になってない。これだったら、イコールがあるんだったら、24かけてみたいな技を使って OK なんですけど、これは方程式じゃなくて、ただ単にこれを計算しろと言ってるので、その技使っちゃダメです。じゃあ何やるかっていうと、通分してください、これは。通分ね。で、6と8。だから、まあ、さっきと同じだね。24に分母を合わせたいと。まあ、一気に書いちゃうかね。24って書いて、まず、こっち、24にするためには4倍ですね。6に4かけなきゃいけない。だから、上にも4をかけます。で、ちゃんと書くんだったら、4をかけた時に、こうなるの。こうやって。でも、4配るの後々分かってるから、もう配っちゃいましょう。4x-4y ってね。で、こっちは8を24にするために3をかけてます。で、まあ、3を配りたいんですけど、こいつですね。まあ、大体ここマイナスで引っ掛けてくるから。ここにマイナスがいる場合は、後ろもさ、同じように、こうやってやりたいんですけど、このマイナスも一緒に配ってください。マイナス3を配るんです。いい？で、マイナス3配ると、マイナス 3x-3y で、分子、上の部分は x 同士、y 同士、計算することができるので、入らないかな。入らないかな。ちょっと待って。ちょっと詰め込んでいいかな。
24分の x の方は x で、後ろがマイナス 7y か。で、これで終了となります。いいかな。で、次はルートですね。で、ルートもね、今回のこの10問、この都道府県の問題ね、個人的に結構お気に入りだよ、俺は。出題者、問題を作った方の、その、引っ掛けようとしてるところのポイントがね、いいポイントをついてるっていうのは個人的な思いがあって、この辺もそうですけど、あと、この問題もね、ここはね、意外と引っ掛かります。3ルート8。そう、これでいいよね、3ルート8。いいよね、つっても、大体理解してもらえないけど、何がいいかっていうと、ルート8って直すんですよ。ルート8もルート50もルート18も全部直すんですけど、ほにゃららルート、ほにゃららにね。ルート8って 4×2 なんで、4×2。だから直すと2ルート2なんですよ。で、その時に2が出てくるじゃないですか。それを何間違うかっていうと、3足す2で5ルート2って書くんです、これ。これやらねえよって思うかもしんないけど、結構やらかすから。そう、普段普通にやってる子でもね。これ掛け算で、ここ3とルート8繋がってるんで、これを2ルート2に直すと、3×2ルート2ね。だから外は3、2が6なんで、6ルート2です。ここはいい狙いだと思う。で、この辺はさ、もう 25×2 だから。25って5の2乗なんで、これはもう5ルート2に直ります。こいつね。で、18は 9×2。9が3の2乗なんで、ルートの外に出てくる。つまり3ルート2。いい感じで全部ルート2になると。で、ルートの中身が揃ってれば、外で計算できるから、6-5が1、1たす3で4、つまり外は4。で、ルートの中身はね、足し算引き算は変わらないんで、4ルート2で、これで OK という形になります。いいかな。で、6番が二次方程式ですね。で、二次方程式に関しては、イコール0にまずね、綺麗にまとめないと勝負ができないので、まずそこから行きましょう。ちょっと待ってね。あ、OK、OK。で、まずこっち側展開すると、これ公式でいきます。x2 乗マイナス4。もしこの公式が思いつかなかったら全部だけ使いましょう。x と x とマイナス2。2と x、2とマイナス2って4回かけてくれても OK だから。時間かかるけどね。得点取れればいいんだから。で、右側は2を分配。中身さっきと同じです。配ってください。2と 3x かけて 6x、後ろがマイナス4。で、さっきも言ったように全部まず左辺に持ってきます。イコール0にしたいから。で、持ってくると、これ、こっちに来るとマイナス 6x。これ、こっちに来るとプラス4。マイナス4と消し合っちゃうんで消えちゃうから、こうなるんですよね。で、これもね、なかなかね、うまいなって思うんですよ。二次方程式の解き方っていうのは、イコール0にまとめた後に、因数分解できるかながまずチェックするの。いいね。因数分解できるかなって。基本的には、ほとんどの問題がこうなります。こういうタイプ。例えば因数分解して、x プラス2と x マイナス3が来ましたよって。で、こうなったら、x イコールマイナス2と3でフィニッシュみたいな。ふうになるんですけど、で、もし因数分解ができなかったら、解の公式です。いいね。流れはその順番で。で、これも因数分解できるかなって考えるんですけど、これね、この公式、因数分解のね、公式を習う前の段階でやってる因数分解なの。だから意外と忘れる子が出てくるっていう。で、これ何かっていうと、ただ単に x 前にくくり出すっていうね。くくり出しも因数分解の仲間なので、こうです。x 出すだけです。かけていくつ、足していくつのコンビ探すではなくって、x を出すだけ。で、こうやって出したら、はい、答え書いちゃおうか。x イコール0と6です。これが答えになります。で、一応考え方としては、ここが掛け算で繋がってるの。x と x マイナス6がね。掛けたものが0にならなきゃいけない。それどういう状態かっていうと、掛けたもの2つあるじゃん。どっちかが0になればいい。それが掛けたら0になるから。つまり、x が0になるか、x マイナス6が0。0になればいい。これ移行すれば x イコール6だからね。だから6か x が0になればいいから、この答えで OK。という形になります。解いてるみんなはね、いい問題って言われてもピンとこないと思うんですけど、そう、個人的には好きだったね。これいろんな格も今解いてますけど、面白いなと思ってここ。で、7番です。ここ長いですね。ちょっと読みながら整理していきます。和義くん、なぜ和義くんかわからないけど、和義くんは自宅から1800メートル。
離れた学校に登校するために午前7時30分に家を出発しましたと。いいですか。で、その後に最初60メートルで歩いてたんですよ。でもやばい、遅刻するって思って、その100メートルに走ったの。やばいと思って。で、そしたら7時56分に学校に着きました。じゃあ、和義くんが走った道のり何メートルか求めなさいという問題。で、基本的に自分は間違いをしたくないので図を書きます。こういう問題。見はじの計算はね。で、まず家からスタートですよね。スタートして、歩くと走るの境目と走るところっていう風に分ける。で、2箇所区間、歩いたところと走ったところがあるんで、それぞれに見はじを書きます。見はじってね。まあ、全体の見はじも書いてもいいんですけど、まあ、ひとまずこう書いておきましょう。で、自宅から1800メートル離れてると言ってるので、まず全体が1800メートルです。ちょ、上に書いておくか。これメモでね。全部で1800メートル。それぞれじゃないからね。で、次が、最初が毎分60なんで、速さが60でしたと。で、後ろは走ってるんで、速さが100に上がりましたと。で、あとは、午前7時56分に着いてるから、全部で26分かかったんだよね。全部で26分かかりましたと。こう。で、走った道のりを求めなさいと言ってるので、まあ、基本的に自分それ解いたけど、最初。まあ、求めたいものを X って置きましょうと。つまり、走ったのこっち。そこの道のりを X と置いて、じゃあこの式解いていこうぜっていう風にやっていきます。で、どうやるかっていうと、片方の道のりが X って分かった。じゃあ、こっちの歩いた道のりいくつかなってなったら、これ全部で1800なんで、1800から X をまず引けばいいよね。片方 X って分かったからさ。で、見端っていうのは、見と端とか、端と字みたいに2つ揃ったらもう1個が表せられる。どういうことかっていうと、時間っていうのは、道のり割る速さです。ね、道のり割る速さ。つまり、ここで言うんだったら、X 割る100なんで、100分の X になります。いいね。X 割る100はこうだからね、分数。で、これも同じです。ちょっとめんどくさいですけどね。1800-X 割る60なんで、60が下に来て、こうなります。で、速さっていうのは足し算ができません。例えば、俺が60で走って、みんなが100で走った。俺ら肩組んだら160で走れるかっては絶対ないじゃんか。速さは足し算できませんけど、道のりと時間は足し算ができる。今使ってないのはあとこいつなんで。じゃあ時間両方足したら26分でしたねっていう。これ26分の分だし、分速で計算してるから単位揃ってるんで、このままで OK。じゃああとそれ計算したら終わりだねっていうんで終わり。いいかな。で、実はもっとやりやすい解き方あるんですけど、まあ、基本的には求めたいものを X に置く方の方が多いと思うので、まずこれでいきます。ちょっと動画長くなって申し訳ないんですけど。で、これ計算していく。分数がもうとにかく邪魔なので、60と100を切りたい。で、これは300をかければ切れる。まあ、600かけてもいいですけど、ちっちゃいは楽なんでね。300をかけると、こっちは60分の300。約分すると5が残ります。上に。いい。で、5が残ってるから、状態としてはこう。約分した後ね。で、こっち300かけると3が残るから、これはまあ 3X になると。ごめん。で、忘れずに右辺。26にも300をかけます。で、かけると7800か。で、あとはこれ計算しましょう。これ5で分配すると9000マイナス 5X プラス 3X イコール7800。まとめるとマイナス 2X、9000右に持ってくればマイナス9000なので、マイナス1200。で、マイナス2で割れば X イコール600となって、この600メートルが答えになります。で、まあ、もう一個、自分はね、もう置いちゃう。こうやってすんなりやっちゃうんだけど、すんなりっていうか、まあ、求めたいもの置いちゃうんですけど、これ、まあ、先読みができるんだったら、道のり X で置いちゃうと、分数出るのが目に見えるの。道のり割る速さを使わなきゃいけなくなるから。でも、できれば分数ない方が楽なんで、ここ X じゃなくて、このね、走った方の時間を X って置いてみる。そうすると、これ口出てみてごめんね。ここを X って置けば、時間が 26-X になります。こっちが X なら、こっちは 26-X。で、恥が揃うんだよ。速さと時間がね。だから、例えば、100で時間 X だったら、道のりは、速さかける時間だから、100X って置ける。分数じゃなくなるんだよね。で、ここも同じ。
26-x になってるから 60×26-x が道のりに来る。それぞれの道のりを足したら1800だから、その式で解けば OK じゃんっていう。そうすると分数出てこないんで楽なんですけど、まあこっちの方がまあすんなりとか、なんかすんなりした感じはするかなと思います。どっちでもいいんだけどね。はい、という感じで、じゃあ8番いきましょう。まあね、ちょっとこうなっちゃうんですけど、で8番が確率ですね。赤玉3個、白玉3個入ってます。でそこから同時に2個取り出すときに、赤1個、白1個になる確率求めなさいと。で、確率っていうのはサイコロだったりコインだったり色玉だったりっていうパターンが決まってるんですけど、今回色玉ね、色の玉で6個あります、全部で。色玉っていうのはまず今6個だったら全部アルファベット決めます。 A から F まで玉に、まあ、名前をつける感じ。で、今赤3なんで、じゃあ ABC を、ちっちゃくてごめんね、赤。DF を白にするって自分で決めちゃってください、こうやって。で、あと樹形図書く。それでね。で、樹形図の書き方は、A を取りますと。で、同時に取ってるから、AA はないよね。なので、AB、AC、AD、AE、AF ですね。ちょっと変になったけどごめんね。で、次 B の時です。で、まぁ、受験で大事なことは、BA、AB のひっくり返したやつを書かなきゃいけないのか、書いちゃダメなのかっていう、そこが大事。で、今回は同時に取り出してるんで、これ A、これ B だとします。AB を取った時と、BA を取った時、これ同じことですよね。同じものを取ってるから。で、同じものは書いちゃいけないんで、じゃあ BA は書かない。つまり、樹形図でよく出てくる、1個ずつ枝が減っていくパターンの樹形図です。いい。今、枝5個あったけど、BC、BD、BE、BF って減っていくの、4つに。で、次 C 固定したら、CD、CE、CF。3本になったね。で、D 固定したら、DE と DF 減って、E 固定したら1本に減るっていう、これが樹形図です。今回の。で、全部数えると15個です、これ。1、2、3、4、5、6、10の15っていう。つまり、15分のなの。分母がね。で、あとは、赤、白になってるコンビを探す。例えば、AB はさ、赤って決めてるから、赤、赤違うと。AC も赤、赤違う。でも、AD だったら赤、白だよね。つまり、ここ OK、ここ OK、OK。B も赤だから、BC ダメだけど、ここ OK だよね、3つね。C も赤だから、これも全部 OK です。赤白コンビ。で、D、E とか、こう全部白ゾーンになっちゃうから、これもダメだと。じゃあ全部で数えたら9個ありました。じゃあ15分の9。で、絶対忘れちゃいけないのが約分ね。で、これ3で約分すると、5分の3となって、これで終了となります。さあ、ものすごい長くなってるけどごめんね。はい。あと2問です。で、次9番ですね。で、この角度の問題、ちょっと全部書いてなくて申し訳ないんですけど、これね、完全に俺が自分で解いた方法の紹介になっちゃうんで、もしかしたら違うアプローチあるかもしれないんです。ただ答え導けてればいいと思うんで、まあ、こんな解き方もあるんだぐらいに聞いてみてください。で、ポイントは正六角形って言ってること。もう正南角形って出てきたら、1個の角度を使うからね。1つの角度。いい。で、まあ、正六角形っていうのは、例えばここだよね。ここ。一つの角度の出し方。まあ、全体出してから割る6しても構わないです。例えば、ちょっと一回やろうか。正六角形の全部の内角の和。内角の和の出し方は、180N-2 ってのは公式。N は六角形の6ね。つまり6を入れると、180×4 になる。そうすると720。で、それを6個で分けるから割る6。つまり120。で、1個120度。ってやってもいいし、まあ俺外角が好きなんで外角でやっちゃうんですけど、外角っていうのは全部の和が360度の角度がね、つまり360度を6個の角で分ければ、一つの外角は60度って分かります。一つの外角が60だったらその内角は180-60するから120っていうアプローチ、どっちでも構わないです。いいかな？まあこれをまあ使うだろうと。で、どうやったかっていうと、これね、左側の方もさ、いろいろ書いてあるんですけど、結局、このあたりしかさ、もう出てる角度も X もないから、この辺で勝負しようと。で、この78を使うために、わざわざ平行線引いてくれてる。平行線引いてるってことは、錯
角か同位角を使うだろうと。じゃあ使うためにちょっと伸ばしてみたの、自分はここピーッつって。で伸ばすとここが78なんだよね。なぜかっていうと、これ同位角だから、ここ平行線があって一本線があって同位角78でしょ。ってことはさ、さっき120出しましたけど、ここの部分ちょっとちっちゃくごめんね、ここ60だよね、まあ、外角になってるから。そうで、78と60が出てればこの角度出せます。まあ、足して出しても構わないし、三角形のこのね、この三角形の残りのこの角度を出して180から引いても構わないですし、まあ、二つの内角足したものがね、残った外角と一致するっていうのが使えるから、60と78を足して138度、これで終了となります。いいかな。で、今回ね、自分が問題はみ出してしまったヒストグラムのとこなんですけど、まあ、A 組と B 組がありますと。で、なんだっけ、休日の学習時間ですね、調べたもの。ちょっとヒストグラムは書けないんで、表にしてあります。0から30、1人と0人、みたいな感じでね。で、確認していくと、結局、A 組は B 組よりほにゃららが入りたいと。A は、B よりほにゃららを考えていきます。で、まず、A から行きましょう。学習時間の分布の範囲が小さいと。で、分布の範囲っていうのはどれだけの広さがありますかっていう話なのね。で、これどう見ても B の方が狭いんだよ。ここ0でいないからさ。A はさ、0から30もいるし、240のとこまでいるわけ。だから A の方が広いよね。でも今回 A は B より範囲が狭いって言ってるから A は違うと。範囲に関してはね。で、簡単なの先に攻めます。次 A ですね。A は学習時間が150分以上の人数が多い。これ数えていくと、A は521だから8人。B は73で10人。B のが多いですよね。だから、A の、150分以上の人数が A の方が多いっていうのも当てはまらないと。じゃあ残り BC じゃねえや。E と U で攻めたい。で、まず E から行きましょう。最頻値ですね。時期があるとごめんね。最頻値。で、最頻値が、を含む階級の度数が多い。で、この問題のいいところは、言葉がいっぱい出てくるんだよね。で、まず、最頻値っていうのは、最も頻繁に出てくる値です。だから、今回で言うんだったら、A は8人。ここが一番多いよね。これは最頻値。一番出てきてるから。で、B に関しては、ここです。これが最頻値。一番出てくるところ。で、それの度数が多い。度数って何かっていうと、度数って人数のことね、今回だったら。だから、A だったらそこの度数は8です。B は7です。で、確認すると、最頻値を含む階級の度数が、A は B より多い、A は B より多くなってる。つまり今回のことは E なんだよね。っていう感じ。でも、U もね、せっかくなんでやりましょう。で、U は中央値を含む階級の度数が少ない。で、これ中央値ね、これぜひ押さえてください。中央値、今回25人います。中央値っていうのは25人並べたところのど真ん中です。ど真ん中。で、25って奇数でしょ。奇数の時はど真ん中が決まります。で、どう考えるかっていうと、まあ、これ、なんだろう、頭の中の発想でもいいんですけど、13人目が、今回中央値になります。12人、12人いたら24人でしょ。で、それのど真ん中が13番目になるんですけど、この13番目の人がいるところを探してほしいと。で、もう数えていくしかないよね。1、2、3、4、5、9人だから、10、11、12、13がここにいるね、またね。13人目ここにいると。で、B も2、6、9でここにいるか。ここにいると。中央値の人がね。で、それの度数が少ない。A は、B より少なくなってないんだよね。そう。だから×っていう。まあ答えは E になりますよ、といった感じになります。ちょっとね、長くなるかなと思ったけど、案の定長くなって申し訳ない。ただね、今回の問題、ほんといい引っ掛け。今まであんまこの受験対策の刺繍でやってこなかった引っ掛けが結構出てきたので、ぜひね、押さえてもらって、みんなが本番の時に似たような問題が出てきたら、それに引っ掛かんないようにね、チャレンジやねや、練習してみてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。
勉強お疲れ様でした。今表示されている関連動画や再生リストから別の勉強に飛ぶこともできますので、よかったらそちらもご利用ください。またチャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらそちらもよろしくお願いします。ではまたね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。